お久しぶりでございます。朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと何にも言わずに、動画を長い期間空けてしまって大変申し訳なかったんですけれども、ここのちょっとね数ヶ月結構ね、はい、まあいろいろなことが起きておりまして、ちょっと大変だったっていうのもあって時間取れなかったので、動画アップできなかったっていうのがございます。で、まあ、何が大変だったのかっていうと、まずはちょっと私の仕事関係ですね。で、まあ、ご存知の通り今めっちゃ円安になってるんじゃないですか。円が安すぎるやばいっす。で、まあ、円が安いっていうことは私ちょっと輸入していろいろやってるんですけども、なかなかね結構収益的にね、円安だと今まで1万円で買えてたものが買えなくなったりね、1万2000円とかね、3000円出さないと買えなくなったみたいな、まあそういう形で、まあ、収益が取れなくなってきて、まあ、仕事も、まあいろいろ頑張ってたってところですね。あともう本当ロシア問題と中国とかね、まあいろいろです、あと物価高、本当に物も売れなくなってるしね、利益も取りにくくなってるということで、なかなか大変で、そっちの方に近いやつっていうのもあります。で、もう一個が、ちょっと身内の不幸がありまして、で、ちょっと在宅看護をしてました。はい。で、まあ、そちらの方で、まあ、私ともーちゃさんと2人で、まあ、交代で、まあ、見てたと、まあ、最後まで見届けたということで、まあ、それがちょっと あって、動画の時間っていうのが取れなかったという形です。で今はまあちょっとまあいろいろ落ち着いてきたっていうのも、まあ、まだちょっと時間取れないんですけれども、まあ、落ち着いてきたので動画配信再開しようかなっていうところでございます。ただちょっと何も言わずに、全然、全く何にも言わずに動画休んでたので、ちょっと大変申し訳なかったんですけれども、まあ動画配信のペースはちょっとかなり落ちると思うんですけれども、やっていければなっていうふうに思っております。ちょっと今年はなんかいろいろやろうって思ってたし、まあ、畑とか、池とか、なんか全然何にも全くやれてないっていう、この状況下において、ちょっと企画もちょっとその私のその時間の取れる感じの、だからまあ本当に言うと満足、皆さんが満足できる動画にならないかもしれないんですけれども、まあ、私のね、趣味の範囲でやってるものなので、まあ、私が満足できればいいかなみたいな、満足というか私が楽しめればいいかなみたいな形の動画にちょっと作っていこうかと思いますので、まあちょっとお付き合いねいただければと思います。あとご心配ねちょっとおかけしましたけれども、元気でやっておりますので、今後もよろしくお願いいたしますということで、ちょっとご報告の動画になりましたけれども、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。